はい、フリーライトに使われて過ごせるひまりで,です。経済なんて崩壊しても大丈夫は嘘日本は生活を輸入に頼りすぎているため、食料難水、電気、ガスが止まる可能性もということでやっていきたいと思います。えー、これを聞いたときに何を大げさなことを言っているんだと思われた方もいると思うんですけれども、えー、こちらですね、可能性としてあるものです。っていうところをちょっとあの、 説明していいこうと思いますでですね、えー、まず皆さん経済が崩壊したら何が起こるっていう風に想像されますかね一般的な人はですね一般的な人一般の人が考えることっていうのは、えー、大体この辺りなんですね。ボーナスががががななななくくるる給料が下がる贅沢ができなくなるっていうのは一般の人いわゆるサラリーマンの人とかの方が考えることなんですね。 でこれと会社の経営者の方って違うことを考えるんですね大体ね会社が倒産するとか従業員や家族が路頭に迷うということを考えるこの差って何なのかっていうと経営者の方は経済が悪くなったら会社が潰れる可能性っていうのをまず考えるんですよねでも一般の人って会社なんか潰れないって思ってるから ボーナスがなくなったりとか、ちょっと経営が悪化してボーナスなくなっちゃったよ、あ、給料がカットになっちゃったよ、贅沢できないねってなるんですけども、会社を経営してる方って、会社が倒産すると、倒産するとなるとどうなるかっていうと、10円雇えなくなるわけですね。倒産しなくても、利益がぐんぐん下がっていって、お金がなくなってくると、従業員解雇しなきゃいけなくなる。解雇された従業員どうなるのかっていうと、給料がもらえなくなって生活ができなくなる。 もちろん最初は失業保険とか生活保護とかっていうのがあるけれどもでもこれって日本全体がそういうことになって日本がお金がなくなっていくとそういうものもなくなっていくわけですよねということを経営者の人っていうのは比較的考えているのでそうなるとみんなが食べれなくなると路頭に迷っていくということを考えるんですねでも実際に起こる可能性のあることってもっとひどいことが起こる可能性があるというところをちょっとあの知っといてほしいんですね もちろん今から言うことっていうのとか今まで言ってきたことっていうのは経済が崩壊して必ずしもその崩壊の度合いにもよりますけれども必ずしも起こることではないけれども起こり得る可能性のあることなんですねで何が起こるのかっていうとインフラがなくなったり食料がなく、食品がなくなるんですね食料食品これがなくなると何を言ってるんだって思われた方もいると思うんですけれどもまず 日本の食料自給率って40%くらいなんですよ。40%弱なんですね。40%ないんです。いや、6割以上は海外から来てるんですね。これ、あの、カロリーベースです。食べている食品のカロリーベースです。40%弱なんです。ということは、お金がなくなって、日本の経済が回らなくなると、輸入できなくなるんですよね。お金がないから。 そうすると食料自給率が40%弱の日本は食料が足りなくなるんですよねまずねでその次電気の供給の80%弱が火力に依存してるんですでガス96%が輸入に依存してるんです4%しか国産じゃないんですね で電気が火力に依存してるって言いましたけどガスだけじゃないですよねガスが止まるともちろんガスも止まるし電気も、ねあのー、火力が動かないのが出るとガスで発電してるのが出なくなるとでも実は石炭とか石油のほぼ100%が輸入に頼ってるんです日本の石炭と石油の自給率は1%以下です1%未満か1%未満ですってことは99%以上が石炭も石油も国外から輸入してるんですよね ということは、これもなくなるんですよね。はい。ということで、えー、戻ると、電気止まりますね。ガス止まりますね。食料止まりますね。おい、水道はどうした水道は止まらないじゃないか。電気やガスや食料がなくても水だけは出るぞと。これ出るぞと。水道ひねれば水出るじゃないかと思われる方もいると思うんですけれども、実は、水道って電気が止まると止まるんです。 電気が止まると止まっちゃう。いや、嘘つけと。地震とかで電気停電したことあるけど、水は出たぞと。なんかで電気線切れて電気が来なくなったけど、水は出たぞと、冷えたら出るぞと。嘘つくんじゃないよお前って思われた方もいると思うんですね。はい。おっしゃる通り、普通は、通常の場合は、停電が起きても水は止まらないんです。水と止まらないんです。 マンションとかだとね、停電したらね、水がね、あのポンプとかの関係で止まらなくな、出なくなるんですけども、戸建ての場合は通常は停電しないと。ほら見ろ。止まらないじゃないか。出るじゃないか。ほら、水は飲めるぞ。でも、ちょっと見てほしいんですね。この文字、文字ね。これ、通常なんですね。ここも、通常なんですね。通常なんです、これ、はい。千葉に住んでる人はね、 知ってる人いると思うんですけど、実は、実はですね、停電が長期間にわたると、水も止まるんです。なんでか。実際にね、なんでかを説明する前に、こっち先に言いますけども、実際に千葉で2019年の台風の時に長引く停電で水が止まった場所があるんですね。で、これ原因なんだっていうと、原因は、除水所などの、 水道設備の自家発電機の燃料不足であったりとか自家発電機が足りなかったかそういうことで止まったんですね実はですねあの皆さんあの普段普通にひねれば出てくるもんだから知らない人が多いんですけど水取水水を取ったり浄水したりするのに場所多くの場所で実は電気使ってるんですよね水を池とかから汲み上げるその 水を浄水する。要は、きれいにするわけですよね。池の水そのまますくて飲まないですよね、皆さんね。そのまま流してるわけじゃないですよね。すると、水を汲み上げて浄水するのに電気がいるんですよね。普段は、水道設備に備えられている自家発電機で動いてるんです。電気は止まってるけど、 自家発電で動いてるんですけど、でも燃料が不足して電気が止まっている場合って、どう考えても水も止まりますよね。まあね、一部にね、その自家発電が全部ソーラーだったとか、自然エネルギーだったっていう場合は止まらない可能性もあります。でも、おそらく全部が全部太陽発電とかでやってるとは思えないですよね。 実際に千葉では燃料が足りなくなったりとかで止まってるわけですよ。全国でそういうことが起こる。もしかしたらね水が出る地域もあるかもしれません。でも多くの場所ではおそらく止まっちゃいます水も。残念なことに。そうするとまあ最初に戻って、えー、この図ですよねす。電気が止まる。電気が止まる。ね。ガスも止まる。 電気もガスも止まる。で、電気が止まっていることによって水も止まる。で、食料も輸入に頼ってるから食料も来なくなる。はい。ということが起こりかねないんですね。気軽に経済が崩壊したってね、命があればいいんだよっていう。人命よりも大切なものなんてないんだよと言っている方いますけれども、経済が止まると人の命も止まってしまうかもしれない。 そこはちょっと考えておかなければいけないことなんですよね。まあね、今更僕ら一人一人が考えたところで、ね考えたところで、これどうにもならないと思うんですけど、まあね、あの、今回のコロナの件で、もしも経済が崩壊した場合、今更これなんとかしようって言ったって、こんなのね、今から、 数ヶ月とか、一年とか、二年とかで、解決できるようなもんじゃないですよね。今さら一気に、お前らみんな食料作れって言ったかって、米だって作るのに一年かかるわけですよ。まあ確かにね、給電してるところとかいっぱいあるので、止まってる、あるけど、畑はあるけど作ってないってところがいっぱいあるので、そこで一気に作れば、もしかしたら間に合うかもしれない。来年には間に合うかもしれない。でも、 今から植えて出来上がるのって秋ですよね。で、今年の植える時期には経済特に崩壊してなくて大丈夫だったってなると来年の秋とかになるわけですね、米でも。その他のものといっても、ものを植えたらすぐできるものじゃない。まだね、野菜は数ヶ月でできるかもしれない。米だって時期が良ければできるかもしれない。でも、 鳥とかってそんなに急によし増やすぞーって増えるもんじゃないですよね。豚とかってよし増やすぞーって増えるもんじゃないですよね。っていうところを考えると、これって本当はしっかり考えなきゃいけない。問題なんじゃないの？っていう食料自給率低い。これ問題じゃないですか？電気の供給の80%弱が火力に依存している。これ問題じゃないですか？ しかもその電気の80%弱に依存している火力の主な燃料が全部輸入ですよねガス石炭石油一番国内で生産しているガスでもたったの4%ですよたったの4%石炭や石油に関してはほとんど輸入で石油足りなくなったら 電気が来なくなるだけじゃないですよね。ガスリンも石油ですよね。車も動かないんですよ。電気止まると、電車も動かないんですよ。交通インフラもなくなるんですよ。ガスもない。電気もない。水もない。車も動かない。電車も動かない。となると、例えば田舎でいっぱい頑張って、 食料作りました。どうやって運ぶんですかって言ったら、台車を押すんですかねって。みんなで持って歩くんですか自転車ですかどうやって運ぶのって。ところを、もうちょっとしっかり考えないと、本当はいけないんじゃないですかっていうところなんですね。別に経済が崩壊したら、みんながこうなるよっていうところを脅したいわけじゃないんですけれども、ここって本当は考えなきゃいけないんじゃないの食料自給率とか、電気の供給の依存とか、 ガス、石炭、石油の依存率とか。まあね。石油とか石炭とかどうしろっちゅうねんっていう話ではあるんですけれども、ガスとかね、出ないものは出ないんでね。まあ出なくはないんですけど、日本って。小さいんですね、出る規模が。うん。まあね、石油とかに関しては、日本の国が蓄えてます。もしもなんかあった時のために、オイルショックの時の教訓を活かして。でもそれってどのくらい持つんですかねっていう。 お話ですよねその辺を考えていくともっともっといろいろ考えなきゃいけないことはある特にまあ電気ガス水道止まっ水道は止まっちゃ困るから電気ガスが止まったところで食料があればなんとかなるよと水だって水道がなくったってまあ最悪ね海から水汲んで何らかの方法で火を起こしてすれば何とかなるよと ね、近くの木伐採して燃やせばいいよ。っていうことになるかもしれないけれども、でも、本当にそれって大丈夫ですか話になりませんかね。大丈夫ですかね。ということでですね、まああの、ちょっと怖い話という感じになってしまいましたけれども、えー、経済が崩壊しても大丈夫。なんていうのは嘘なんじゃないのって。だって、経済が止まったら、日本は生活、輸入に頼ってるから、 全部止まるんじゃないの大丈夫だな本当にこれっていうお話なんですねで。電気、ガス、水道が止まっているっていうことは、考えてみてください。電気、ガス、水道が止まってるんですよ。スマートフォンも動かないですからね。大丈夫だよ、スマホがあれば。ダメ<ん>無理ですからね。まあね、最初はね、乾電池と乾電池用の充電器買ってきて、出せば動くかもしれないですよ。 でも、それもずっと続けると、乾電池なくなりますよね。みんなどんだけスマホ使ってんのって話じゃないですか。でも、たとえスマホが動いても、電気がなかったら電波飛ばないから、ただのメモ帳ですよね、スマホって。考えてみると。もし、たとえスマートフォン充電して使えるようにしても、カメラ付きのメモ帳ですよね、ただの。電波が使えないと。 パソコン、今僕これパソコンでね撮ってるんですけどパソコンあれみたいなそもそもこれノーパーじゃなくてデスクトップなんでそもそも動かないんですね電気来ないとノートパソコン最初動くかもしれないしもしかしたら何らかの方法で充電できるかもしれないけれどもでもそのうち電池が尽きてでていくとノートパソコンも動かないスマホも動かない さて、他に何かありますかねっていう、怖い話になるわけですよね。みんな、あのー、ね、あまり考えてないかもしれないけど、ちょっとこれ考えなきゃいけないんじゃないのっていう。ちょっとね、その、今、スマートフォンの話題を出したところとして、なぜかっていうと、とあるところで、この話をしたときにね、スマホがあるから大丈夫って言った人がいたんですよ。スマートフォンがね、 電気で動いてるっていうことをね、完全に頭から抜けてる人がいるんだよね。動かないですからね。他にもいろんなもの動かないですからね。だいたい便利なものって、電気とかガスとか、燃料が石油だったりとかするんですよ。ガソリン入れてたりとか。ち、ちなみにあの、灯油のヒッター動かないですからね。灯油ストーブね、動かないですからね。灯油ないと。灯油って石油ですからね。 どうやって暖を取るって、木を燃やす。木を炭にして燃やす。なんか葉っぱでも拾ってきて燃やす。なんか家にあるもん燃やす。っていうことになるんですよ。結構ね、電気、ガス、水道が止まるってね、困るんですよ。本当は。で、その電気、ガス、水道って、経済が崩壊すると、 必ずではないけども経済の崩壊具合によってはこれも止まっちゃうんですよ食料も食べれなくなるんですよ冬だと後悔しの人も出るかもしれない夏だと暑くて死ぬかもしれないし脱水症状で死ぬかもしれないね熱中症とかいろいろありますよね熱中症になったら涼しいとこに移動して 水を補給して安静にしてれば治るよ。でも、クーラーないから涼しいところってどこみたいな、まあ。とりあえず日陰に移そうかって。水、出てないよ。ないよ、水なんて。ていうことになりかねない。というところをね、ちょっと考えてほしいかなと僕は思います。はい。まあね、これ極端な話をしています。もちろんね。 もちろん多少ね、経済が崩壊してもね、こんなことにはならないでしょ。でも、最終的に取り付く場所ってここなんですよっていう。経済なんて崩壊しても大丈夫だよ。命があれば。なんて、軽いことを言っていると、後で後悔することになるかもしれない。そこはちょっと考えてほしいかなと思います。はい。ということでですね、ちょっとあの、極端な話をさせていただいているので、 まああの過度に怯えても欲しくないんですけれどもでも実際問題としてこういうことって起こるんですよねっていう経済が崩壊したら何が起こるって別にね給料が下がったりボーナスがなくなるだけじゃないですよ会社潰れるんですよさらにもっとひどくなるとインフラ止まるんですよ食料なくな,くなる食料品足りなくなるんですよ日用品だって物によっては足りなくなりますようん というところをですね、えー、しっかり考えていただきたいと思います。ということでですね、まあ、あの、過度に怖がる必要はないんですけれども、ちょっとそういうところも頭の片隅にでも置いておいていただければ、すっごい幸いかと思います。以上です。よろしければね、えー、チャンネル登録していってください。フリーライターのいつからって過ごせるひまりで,でした。